ドロシー・ポペノー。ドロシー・ポペノーは、イギリス生まれで、アメリカ合衆国、南米で働いた、植物学者、考古学者である。サリー州のアシュフォードで生まれた。アシュフォードの女学校に入学するが、第一次世界大戦中は、婦人農耕部隊、ウィメンズラントアーミー、イギリスの軍隊に出征した男性の農業者の代わりに、農場で、若い女性が働く組織に参加した。 1918年から、キューガーデンで、夫をナップフの学生女子として、植物分類の仕事を手伝いながら、ロンドン大学で学んだ。1923年に、アメリカ合衆国の農務省で働く、女性研究者、メアリー・アグネス・チェイスに招かれて、アメリカ国立標本館の職員となった。竹類の分類学研究を行った。アメリカで、 家樹研究家のウィルソン・ポペノーと知り合い結婚し、5人の子供が生まれた。1925年に夫がユナイテッドフルーツ社の熱帯フルーツ試験場の所長の職に就いたため、ホンジュラスの大西洋岸の町、テラに移った。農業試験場の建設のために整地された土地からは多くのマヤの遺物が発見され、ポペノーは自ら図版を描き論文を発表した。 考古学への興味を持ったドロシー・ポペノーは、エクアドル人の女子トマヤの要塞としてナンプアを調査し、論文を発表した。さらに研究を進めたが、1932年に、休止した。未熟な時は有毒である果物、アキーを食べたのが原因であったとされる。考古学の研究結果の多くは没も出版された。2016年7月現在、イプニーの著者検索には、 旧制のヒューズドロシー系とヒューズ1899から1932とディーポペのエドロシー系とポペの八1899から1932の両方が登録されている。ありがとうございます。